じゃこんにちは。はい。さゆたかさん、はい、あの感動の WBC が終わってからもう1ヶ月弱というかそろそろなると、まあそうだね、はい、いうところで、まあ、WBC に参加した侍ジャパンの選手たち、その後今どうなってるのか、各チームで。そうだな、はい、あれだけの選手たちが瞬間的な戦いをしてきてね、はい、優勝して達成感を持ち、はい、まあ、日本に帰ってきたと、うん、やっぱ大変だったと思うよね。ですね、気持ちもそうですし、まあ、時差の問題もあるでしょうし、で今ですね、その特に、まあ、野手の選手にフォーカスを当てて4月12日現在の選手たち の成績というのを今手元にあるんですけれども、はい、まあ、ここ例えば昨日ヒットを例えば3本打ったので率がちょっと上がってるっていう選手もいるんですが、その前まではちょっと率がなかなか上がってこない選手などもいましたし、ちょっと見ていこうかなと思います。ただまあ先に言っておくのは、はい、まあ、源田がね、はい、やっぱ骨折をしてて、はい、まあ、今そのリハビリ中だよね、はい、で山川がちょっと肉離れを起こして離脱中ということでね、はい、うん、まあ2人とも WBC に参加したという。そうなんです。だからSNS では WBC 病を西武がちょっと直に食らってしまったみたいに、まあ、そうだな、はい、書いてあったりとかもあるんですけれども、まあ、でもそういうのも山川選手もあるんですかね、ちょっと疲れだったりとか。いや、あるよ、やっぱり肉離れとかあるとか あると思うよ。あるんですね。でましてやそのチームに合流して、はい、やっぱ俺がチームを支えていかなきゃいけないっていうさ、うん、そういった責任もね、はい、感じながらやってたと思うし、うん、それはやっぱり怪我につながったということなんだろうけどもね。そうですね、うん、まあ、例えば、まあ、これ順番に見ていくとソフトバンクの甲斐選手であったり、うん、まあ、大城選手は、まあ、今3割超えなんですけど、まあ、そうだね、はい、あの控えの選手っていうのは、うん、まあ、時差とかもちろんあったりとか、うん、はい、いろいろしながら、うん、まあ、多少フルで出てた選手よりは、うん、体力的には温存はできてるよね。あ、まあ、そうですよね、うん、まあ、大城選手というとやっぱり3番手の控えという形でしたし ね、まあ、まあね、はいはい、あと中村悠平選手が、まあ、ちょっとここ最近ポンポンと打ったので、いや最近ポンポンと打ったけどそれまで全然打てなくてさ、はい、ちょっと苦しんでたよね、はい、それってやっぱりこの WBC の影響って大きいんですかね、まあ、決勝でマスクかぶってましたし。いやもうね、いやそりゃさ、うん、もう達成感って半端ないものがあったと思うよ、はい、で達成した次にもう脱力感しかないよね、うん、俺の経験で言えばさ、もぬけの殻になるよ。アテネが終わった時もうポカーンとして、まあ、3位に終わったから、まあ、そういうこともあったけども、いやだけどそういう大きな戦いを戦ってもぬけの殻になるよね。だから人だからさ、やっぱやらなきゃいけないって思う時でも体が動かない時ってあるじゃない。あるでしょ、うん、あります、ね、これやんなきゃいけない、まあ、例えばもう寝なきゃいけないけどベッドに行けないみたいな、ちょっとここで、うん、でそういう状態で帰ってきてるから、はい、多分ね、それはなかなかやっぱ成績上がってこないよ。それはね、あれだけの感動を与えてくれた選手たちだから、はい、やっぱ待ってあげないとね、いけないとは思うけどね。だからのけみ、そのピッチャー陣が開幕してからも何試合かは出なかったじゃないですか。ピッチャー陣はいいことしかないんだよ、はい、もう、まあ、例えばボールがまた日本のボールになる、はい、これだけでも全然違うわけだから。え、そこってそんなに修正ってあんまりいらないんですか。いやもう慣れ親しんでることだから。へえ、対応すごい戻せるんですね。戻せると思う、はい、さらやっぱり何日間かいると思うよ、はい、いると思うけど、扱いやすいボールに変わるっていうことは、はい、それだけやっぱこう安心感あるよね、はい、だからそういう面ではピッチャーはやっぱこう出ずっぱりな人っていうのはいなかったしね、はい、だからすぐ感覚的には戻せると思う。軒並みピッチャー陣いいですからね。いいな、なんか人が向けて帰ってきたなそうなんですよ、 WBC にね参加した国が、はい、ただ野手はやっぱりそうなってくる。例えば牧選手なんかもまだホームランが現時点で12日時点では、まあ、打点もないしな、打点もゼロなんですよ。打点もゼロか、はい、だから岡本だって打点ホームランゼロでしょ。そうなんです、うん、まあ、打率はね3割9分5厘と非常にいいんですが、まあ、これはチーム事情にもよるけどもね、まあ、そうですね、まあ、よるけどもやっぱり状態はね、うん、悪いっていうか決して良くはないよね。そうです、まあ、岡本は打率はいいんだけど、はい、打点がない、でホームランもない、ない、ね、もう十数試合そうです、ね、終わってるから、まあ、ホームランで打点1とかあってもいいんだけどもな、うん、まだホームランが出ないとか、はい、そうなんです、ね、ただね、外国人のタイミングの取り方と日本人とはまたちょっと違うからね、
相手ピッチャーが、うん、だからそういう意味ではやっぱタイミングの取り方とかちょっとずれてるかもわからないしな。あ、そうなんですね、うん、なんといっても一番はやっぱ達成感への疲れだよ。そこが取れない、うんうん、気持ちも上がってきてないと思うよ。あれだけすごい世界が注目する、はい、ね、中でやってきて、はい、ね、日本に帰ってきて、うん、そらね、やっぱ疲れも伴ってああいう達成感を味わった後に気持ちが上がってくるはずがないよ。そうですよね、うん、だからこれからで上がってくるのは徐々に上がってくるから。どのぐらいの時期ぐらいから4月終わり5月頭まあ1ヶ月は見てあげた方がいいんじゃない。それはもう緊張してさ、キャンプの時から宮崎のずっと強化試合とか経て、うん、予選ラウンドアメリカに渡ってって、この期間っていうのはやっぱこう同じ仲間だけども、はい、やっぱ違うチームの人と接しながら食事会をし、まあ、いろんなことを学びながらって、やっぱそういう気遣いもあるよね、はい、だからそれに伴った疲れもあるよね、うん、だからそれはやっぱり1ヶ月ぐらいはちょっと見といてあげないとかわいそうだね、はい、彼らは。そう、達成感とか気疲れ時差とかって、うん、やっぱり相当体に残ってて、それって相当やっぱり野球のことに関して影響が出てくるものなんですね。いや、出てくるよ、やっぱり繊細な部分ですね。オープン戦とは違うんだもん。確かにそうですよね、うん、あの短期間で世界一になったわけですからね。そうだね、すごいですよね。だから最大の目標もう絶対だって言われてる中で、やっぱプレッシャーもあっただろうし、それを達成して帰ってきたっていうね、うん、やっぱ相当な疲れがあるから、うん、だからまあ数字が上がってないっていうのも、はい、まあ分かるんだよね。例えばあと村上選手、うん、なんかもまあホームランね2本出ましたけれども、今は打率2割台前半っていうところですし、ね、まあコンちゃんなんかはお、いいです。いや、いいのは、はい、やっぱ日本ハムがね、移籍してるからね、はい、やらなきゃ、いやいや、こんなゆっくりしてる場合じゃないよみたいな。そう、近藤選手いいんですよ、まあ、そういう緊張感があるしね。ホームランも1本出てるんですよ ね。そうですよね。また戻ったメジャーリーガーの選手はどうかというと、吉田正尚選手は今年初めてそのメジャーリーグに迎えるっていうところで、まあね、今慣れてるような状況だよ ね、メジャーにね。だからこの数字は235という数字と、はい、まあ、1本出てるっていうのはすごいことなんですけども、はいはい、抜いておいて、まあ、大谷選手は変わらずいいですからね。大谷は崩れないんですかね。崩れないよね、目指してるところが違うというかさ、はい、なんかそんな感じがするよね。一人違いますね、なんかもう、うん、なんか本当に楽しんでたというかさ、はい、なんかそんな感じがするし、うん、終わったことに対しては切り捨てていくタイプだね。それはそれっていうことですよね、うん、よし優勝した OK みたいな、次は何だみたいな。すごいですね、うん、そのね、優勝しては嬉しいっていうのをそのいつまでも引きずらないというか、気持ち的にだから、まあ、もう二刀流だからやることがたくさんありすぎてじゃないかなと思うけどね、まあ、あと例えば豊さん、その牧選手にちょっと話を聞ける時があって、はい、あ、まあまあそうだね、まあ、ちょっと話をしたんだけどさ、はい、グラウンドでどうだって疲れはって言ったら、正直疲れてないわけはないと、うん、向こう行って時差を感じ、はい、帰ってきてまた時差を感じて、うん、それはやっぱこう短期間の中でやったじゃない、はい、だからそういう疲労度っていうのはやっぱ確かに残ってますね。まあでもそれもいやいやでもいいわけですとぐらいに、やっぱりやらなきゃいけないという責任感を感じてるけども、うん、まだ体がついてこないっていうのが、うん、まあ、正直な気持ちなのかなって思うよね。これって時間薬なんですか。まあ、時間薬だと思うよ。これ1年間このような状態で続かれたらもう WBC やめてくれってなるからな。確かにそうなっちゃうんですね。ただやっぱり WBC の時期的なこともやっぱ考えなきゃいけないしさ。ですね。本来はシーズンの途中でやるのが一番いいんですか。シーズン止めてか、うん、でも向こうがメジャー MLB が止めてくれないかもしれないですけど、でもメジャーの大会だからね、これは、うん、はい、メジャーリーグ主導の大会だから、はい、向こうが3月にやるって言ったら3月にやるしかないんだろうけども、うん、時期的なことはやっぱこう選手たちが不満を出した方がいいと思うな。そうですよね。これはやっぱシーズン中に関わってくる問題だからね。そうですよね、うん、あのシーズン前にやったことで、あの抑えのメジャーの選手がまあ怪我をしてしまって、結局ああ1年間棒に振ったな、うん、はい、あの喜んで集まってきたところで、そう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 、はい、ジャンプして膝やっちゃったんですよ。人体が切れたって担架で運ばれていったので、そういうこと、どんなジャンプしたんだよと思うけどさあ、こういうことってあるんだなっていうのも、いやだからメジャーはそういうね怪我人が出ないように、うん、やっぱ保証
証の問題が大変なんだって。だから出る出るって言ってて、出たかったんだけど保証の問題で折り合いが合わずに出れなかったっていう問題も出てくるからさ、はい、でじゃあサッカーはどうなんだって、はい、メッシみたいなのがバンバン出てきてやるけども、あれは FIFA がその保証を管理してて、はい、こうちゃんと話はできてるんだって。でも FIFA って世界をまとめてる機構があるんだね、はい、野球はないじゃない、はい、だからここら辺がやっぱ保証の問題で折り合いがつかないところなんだよね。各国足並みが揃わないっていうところはそこなんでしょうね。そうだよね。だからそういう意味ではもう少し地ならしが、うん、まあ、必要な大会かなと思うよ ね、 そうですね。やっぱこういうこと考えるとさ、はい、西武なんか大変だよな。いや、あの主力が2人いなくなってるっていうのは、そうだよ、大変だよ。そうなんですよね。でもおかわり君ってすごいな。すごいですね、それ考えたら。なあ、4番山川がいなかったら4番に入って打つというな、はい、頼もしいですけれどもね。まあそれにね、取って代わる選手がまあ出てくるっていう、そういうこともあるんでしょうけど、うん、でもやっぱり少なからず、まあね、数字見てもちろんそれが関係ないっていう選手もいますけど、まあ、でも徐々に上がってきてるよね、うん、そうですよね、徐々には上がってきてる、うん、ただやっぱこう WBC の弊害っていうのはね、うん、まあ感じるけども、はい、まああれだけの感動をね与えて、うん、あれだけの戦いをしてきた選手たちだから、はい、ね、少し長いスパンで見て応援してあげるとね、うん、そうですね、まあ彼らも救われるかなと思うよね。はい、はい。